これじゃ今月も赤字だにゃ。値上げだな。コーヒー1万円でどうにゃ。ふう、テーブルチャージ料10万円にすればいい。おお、眠らない街新宿歌舞伎町価格だにゃ。やべえよ、何やってんだよ。ファンタズムーンが始まるだろ。おお、お帰りなさい。あなたのマーブルファンタズム、すべては人間のエゴが招いた悲劇だったのね。戦いは終わってないわよ、ファンタズム。誰？愛と正義の別世界魔法少女、カレーガルビー。祝いと平和の虐待魔法少女、マジカルカレー。言語と創薬の黒幕魔法少女、マジカルアンパー。ヒロキ姫、今こそ自由を決する時。なんですって？ついに完成したレンの俺は。やだ、これ関西風？話が違う。そして死んだ妖怪アキアとウリスたちのあいつの正体は。次回新番組、白き月姫ファンタズムハードコア。あなたの心に新たなマーブルファンタズム。予約予約。やっぱズムーンさんとか最高じゃね。ズムーンさん、マジズムーン。さあみんなで力を合わせるんだ。ズムーン。ズムーン。リ、お前誰だにゃ。始まるよ。エミヤの家に通うのはもうやめろ。お前は僕の妹なんだから、僕の言うことだけを聞けよ。血塗られた魔党の運命に翻弄される兄弟、シンジとサクラ。修羅の道の先にサクラは何を見るのか。玄関が開かないぞ。雪のせいか。さくら、おいさくら、早く雪かきしろよ。さくら、家中だ。こんな寒い日はあったかい部屋でネットサーフィンに限るな。またバカな奴が僕の巧妙な檻に引っかかったぞ。ゲラ、悔しいか、悔しいか。何やってんだ、さくら。まだ雪かき終わってないとかありえないんですけど。ごめんなさい、もうすぐ。
グース、ノルマ、お腹すいた。あとジャンプ買ってきてくださいね。兄さん、面倒なことはすべて妹に押し付け、シンジの言いなりで構わないのですか。サクラ、このままではあなたがダメだ。助けないで。ごめんなさい、でも大丈夫。私が大丈夫ではありません。兄さんの面倒は私が見ないと。それなのに先輩の家に行ったりして、バカだな私。スタイルは抜群だけど。おいしいよ、さくら。お前料理だけはうまいよな、ほんと。僕はインスタントしかできないからさ、いてくれないと困るんだよね。暴力の恐怖、さくらは逃げ出すことができない。しかし同時に、この人は私がいなくてはダメだと思っている。運命の少女さくら、不毛な相互関係の先にあるものは希望か絶望か。さくら、またエミヤの家に行ったろ。あいつのことはほっとけって何度言ったらわかる。ああ、すみません、マスター。洗濯物を取り込んでいました。このバカ、竿ごと取り込むやつがあるか。こちらの世俗には疎いもの。こんなもんバンコク共通だ。私の保有スキルはドジッコでして。嘘つけ、ステータス情報全く更新されてないじゃないか。とにかく気をつけろ。さくら、今の話覚えとけよな。さくら、お前朝練はどうしたんだよ。エミヤなんてほっとけって前に。すみません、マスター。うっかりブレーキの左右を間違えてしまいました。ライダー、そもそも家の中で自転車に乗るな。非常スキルが A プラスなものですから。乗りこなせてないじゃないか。くそ、こんな使えないサーバントよこしやがって。気づきなさいさくら、この男はあなたにとって脅威などではない。なぜならあなたは。あ、危ない、マスター。これ死ぬよね。僕じゃなかったら死んでるよね。実際隣で知らない青タイツが死んでるよね。ライダー、もしかして私のことかばってる？あのね、兄さん、あれでもいいところあるのよ。今は余裕がなくてああだけど、昔はもっと優しくて。本気で言っているのですか？さくら、私はあなたがマスターになってくれるのならすぐにでも。やめて、ライダー。ダメ、あんな人でも私には兄さんなんだから。さくら、このままではあなたが破滅してしまう。もういいのよ、構わない。私より人気投票上のくせに。さくら、決着なら自分でつけるから。私、美しくてけなげで一途だから。今日のおかずはハンバーグ。総一郎様、たくさん食べるかしら。たくさん食べるのよね。さくらもあれでシンジに愛着があるのですね。それこそがネックなのですが。あれ、お財布が。あれれ、あ、これはルールブレイカー。やめて兄さん。何がやめてだよ。お前だって本当は好きなくせに。やめて、私の魅力に負けないで。さくら、これも。何？止まらない若さゆえの衝動。いや、兄さん、優しかった兄さん、そして可愛かった私。わっ
な心が消化されていく。なんてセクシーな一枚絵でしょう。またギャラリーが埋まりましたね。なんてことしてくれたの、ワイナー。兄さんはダメ人間だからこそ引き立て役でいられるのに。怒ったりしてごめんなさい。私のためにしてくれたのに。あ、いえ。兄さんをあんなモンスターにしてしまったのは社会、そして私。え？私が発光な美少女だから。修羅の道の先に桜が見たもの、それは光、それとも闇。運命の少女桜、彼女の心中を知る者は誰もいない。これが兄弟愛か。いいものだにゃ。あっちたちも顔が一緒ってことは兄弟なのかにゃ。次はこの子だ。お客様、こちら相席よろしいでしょうか。ああ、構わないが、うん、君のマスターはそんなに危険な女性なのか。もう、アチャオさん超わかってません。ああいう秘書風の女こそ仮面の人は獣なんですよ。メガネが知的とか男の人はみんな単純ですね。そこは否定しないがね、女性マスターはどこも一筋縄ではいかないようだ。イエーイ、人前だと優等生ぶってるところなんかいよいよ滑稽で人間がいやらしいと申しますか。本当女の人のマスターはバカばっかりですね。まったくだ。いらっしゃいませ。皆様ご案内します。なんだと？それはどういうことだ！